ですねみたいな。で、ツイッターで僕を買収っていうのでトレンドとかに入っちゃって、お互いにとってハッピーな形でのご合併っていうかね。はい、ということですね、今から、ミレイ彩香さんという中2で起業して高1で自分の母校を買収したという謎の慶応生のところにインタビューしに行こうと思います。ということで行ってきます。どうもしゅんです。こんにちは。はい、はじめまして。株式会社タイムリープのミレイ彩香と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日はミレイさんにインタビューさせていただくんですけども、ミレイさんは今話題になってて、中2で起業して高1で母校を買収した慶応生っていう肩書きで、僕もその記事とか拝見させていただいて今回取材させていただいたんですけども、僕ら今同い年なんですよね、うん、視聴者の方も同世代の人たちが多いので、そういう方々に向けてミレイさんの活動であったりとかをお聞きできたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします、はい、お願いします。あ、ごめんなさい、完全に忘れてたんだけどタピオカ買ってきたんですよ。最初に渡す気だった、ごめんなさい。神じゃん。ラフな感じにお聞きできたらなっていうふうに思います、はい、やった。最初に渡す気だったな。おいしい。ということで、ミレイさんの経歴的に、まあ、いろいろなんかすごいんですよね。小学校1年生の時に、その教育に興味を持って、会社作ったのが中2っていうのが、まずすごいなって思ってて、なんかどういう経緯で一番最初に会社を作ろうと思ったかって聞いてもいいですか？まず幼稚園が、インターナショナルスクールで、そこでの学びっていうのが、一人一人の個性を大事にして、あとは人間ってみんな違うから、違う人間か、お互いの考えとかを聞き合ったり話し合ったりしながら、どうやって一緒に生きていくかっていうのを考えさせる教育っていうのを、まあ提供してくれてて、幼稚園がね。なんだけど、小学校は地元の日本式の学校に通って、その時に逆に答えがもう教科書の中に書いてあって、それが正解ですみたいな、私たちの個性とか考えとかよりも先生たちが、求めてることを当てていく、テストの正解を当てていくっていうことが全てみたいになっちゃったのが、はい、びっくりして、そこで自分があと5年間そういう小学校に通い続けるのはしんどいなって小1の時に思って、自分の幼稚園の園長先生に、この学校の考え方のできる小学校を作ってもらえませんかっていうお願いをした。すごいね。まず教育に対しての最初のアプローチなのね、私がした。結果的に彼女が本当に1年で小学校を作ってくれて、小2から小6までは理想とする学びを受けることができて、でその中でやっぱ教育ってこんなにも違うんだっていうことが分かったので、本質を知りたいなと思っていて、で中学は受験して日本の学校にまた入り直そうと思って、海外とかインターに行かないで受験をしたんですよね。そこで中学に入るとまたやっぱり同じように一つの答えを当てに行く教育が始まるんだけど、中でやっぱ学んでる自分が勉強してることが何に役立つんだろう、ただテスト勉強してるみたいなことがすごいちょっと意味わかんないなと思ってて、なんかそれで自分が社会についてもっと知りたい、あとは教育をもっと良くしたいっていうので、何か学校外で学びができないかなって思った時に、起業して教育系の事業をやったら教育についてアプローチしつつ社会のことも学べるんじゃないかと思って、ある種自分にとってのまあ勉強の一環という意味でもこう考えて起業をするに至ったっていう、中二の時ってことですね。そう、なかなか周りで同じようなことやってる人とか、そもそも起業っていう選択肢が普通の人だったらないと思うんですけど、そこでどうして主体的に会社を作ろうとかっていうふうに思ったんですか？会社を作るっていう選択肢をさ、イメージできないとそこに至らないじゃん、うん、ここに関しては自分が小学生の時に合気道を習ってて、その先生が、投資家もやってたのね。授業の合間とかにさ、世間話とかしてくれて、今度新しい会社を立ち上げやるよとか、雑談で話してくれてて、だから会社で作れるんですねみたいなのを小学校の時に知ってたの、うん、なんかそういうのの影響もあってこうイメージすることができたんじゃないかなと思う、うん、自分が小学生の時までに出会った周りの大人の人たちとか、自分が小学校の時にこう学校に茶道の先生が来たりとか、うん、ミュージシャンの先生がうまくやってくれたりとか、うん、みんなプロフェッショナルな人を呼んできてくれて、本物に触れさせてもらうっていうことをすごいやってもらえてたのね、学校で。で、そういう人たちの多分いろんな影響があって、で中学に入ったら逆にそういう人たち全く会えなくなっちゃって、なるほど、先生にしか会わないじゃん、学校に行くと。だからそれもびっくりしたし、そういうところで考えが今度吸収できなくなっちゃったことに対して、またそういう人たちにも会いたいなっていうなんか思いもある。なるほど、そういう原体験があって会社を作ろうっていうふうに思ったんですね。そうね。
でそっから高2で母校買収っていうつよつよワードが、つよつよの出来事があると思うんですけど、それはどういう風な流れで買収することになったんですか？そもそも買収っていう言葉を知らない方もいると思うんですけど、まあ、買収というのはあの会社を買ったりとか、まあ、事業を譲渡して別の会社が運営することになったりすることを言うんですけど、どういう経緯で、中2とかも普通に何も考えずに部活やってたし、考えられなくて、なんかその時っていうのは一社目のね会社の取り組みっていうのもずっと教育に対してのアプローチを取ってて、で私たちがその会社をやってるのはより良い教育を社会にこう提案したいからっていうことなんだけど、あと買収することになる母校っていうのは私に小学校を作ってくれたその母校なんだよね。だから自分に対して理想的な学びをずっと提供し続けてくれた学校で、そこの学校は本当に質の高い、さっき話してるようないろんな取り組みをしてくれてて、でそれをみんなに提供したいと思ってるんだけど、やっぱりクオリティが高いものを提供していく、で日本のその規定路線の教育ではないからコストもすごいかかる、だから授業料も高いし運営もすごい大変だし、先生たちに割かなきゃいけないリソースも多いしみたいな、とにかく経営がすごく大変だったんですよね、そこが。でその時にこう、 うちは株式会社として事業を始めていて、会社が回っていくようになっていったタイミングで、自分たちがその考えてる教育っていうので一個母校が素晴らしいモデルなんだけど、そこの経営がよりいい形にする方法はないのかっていうことを考えた時に、すごく有効的に建設的に考えた結果、うちの一社目の会社で運営した方が今後持続していくために良いだろうっていう結論に至ったっていう経緯なんです。あ、じゃあもうファッションの買収とかじゃなくて、ちゃんと事業を回していって学校を存続させるために買収という選択をしたっていうことなんですね。そう、本当にそうなので、ツイッターで僕を買収っていうので、バーってなってトレンドとかに入っちゃって、でみんながこうイメージしてるそれっていうのとは全然違くて、すごくお互いにとってハッピーな形でのこう合併っていうかね、そういう感覚なんですよね。なるほど、てかそもそもさっき言ってた購入時点でコンサルがちょっと乗ってきたみたいな話って、普通の会社のコンサルって 4,50 のおじさんがこうこうこうやりなさいみたいなやってるイメージなんだけど、実際にその時点でも回す、事業としても回せてたっていうことですよね。うん、そうそう、一番最初に、ね、立ち上げで中2でやった授業っていうのは、学校に向けて中学生小学生に受けてもらうめっちゃ楽しい教育プログラムを作って学校に売ろうとしてたの。でも、まあ、信用もないし、学校お金出さないじゃん。あと入れるとしても、まあ、1年早くて1年後でタームがねずれちゃうから、すごい長期スパンなの。でも全然回んなくて、でそこで一銭も稼げてないの、ぶっちゃけ。だから中2で起業したけど、その時は何も稼げてなくて、中3のタイミングになった時に、とはいえ子供たちにいいプログラム提供したってことは変わらないんだけど、どうやったらできるのかなと思って、会社がさ、よく小学校とか中学校に出張プログラムとかさ、やりに来たりとか、そういうこととかあったり、あるあるある。であれってどういう仕組みなんだろうって思って、あれは大体お金を学校が払ってないケースが多いんだけど、企業が CSR とか PR の予算を使ってやってたりするんだよね、結構。であれもなんかせっかく来てもらってるんだけど、まあまあつまんないなと思ってて、もっとその企業さんを絡めて仕事についてのなんか現体験につながるようなプログラムをみんな研修できないかなと思ってたから、その CSR の部署とかに攻めてって、こういうプログラムを学校さんに提供して、これを動画にも編集して、でそれをレポーティングもして、御社のそのステークホルダー調査とかに使うみたいな感じのパッケージでどうですかみたいなのも作ったので、そっからうまくいくようになったっていう。じゃあちゃんと打席に立って失敗とかもしながら回していってるっていうことですかね。そう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 。中2で起業して母校を高2で買収するっていう話だけ聞いたら、全然違う星に生まれて、別の星に生まれてきた人みたいなイメージを持つ人も多いと思うんですけど、ちゃんと打席に立って自分の頭で考えて行動し続けた結果が今っていうことですね。うん、本当にそうだね。なんか周りにもめっちゃ迷惑かけてるし、なんか、まあ、とにかくいろんなことやってみて学んで、そこからなんとかこう吸収してずっとやってきてるっていう感じですね。なるほど。就活とか考えなかったんですか？思わない。じゃあぜひ弊社へビジョンぴったりだよね。ビジョンぴったりだよね。そうだよね、うん。